皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、英単語の練習です。私と一緒に英単語を練習しましょう。はい。まずは、究極英会話から。これから仕事をします。I will work after this. I'm going to work after this. I'm going to work after this. 研修プログラムに関する説明を行います。I give an introduction about training program. I will give you an explanation about the training program. Okay. これから仕事をします。I'm going to work after this.I'm going to work after this. はい。はい。次からいよいよ英単語。究極英単語いきますよ。記事、条項、論文、品物、アイテム。Article。ぎこちない。ぎこちない。不器用な。あれ？なんだっけ？これ。あ、忘れちゃった。やばい。Awkward.オークワード、ああ、オークワード、ああ。これ、アーティクルね。はい。品物アーティクルね。はい。品物アーティクル。はい。はい。次は、TOEIC 必須。デッドライン。締め切り。デッドライン。クロージング。締め。閉じる。終了。クロージング。うん、結び。パブリッシング、印刷業、出版業。Publishing. 出版業、OK。変化、シフト。Shift. Excessive. 何々を超えた。かなりの量の、すごい。Excessive. 特に、Particular じゃないな。パティキュラーじゃないんだよな、ここ。特に。パティキュラーでいいの？ Particularly. Particularly. 扱ううまく対処する。Deal. Treat. Handle. Handle. 特に。Particularly. Particularly. よし。次。英検突破編。禁止する。Forbid. Prohibit.Forbid. OK. 専門家 Expert. Expert. 嬉しい、喜ばしい Grateful. Graceful. Joyful. Joyful か。組織する Organize. Organize. Joyful. Joyful. はい、次。大学受験編。小数点の、何？十進法のデシマル。デシマル。はい。反対、異論。反対、異論。オブジェクト。オブジェクション。オブジェクション。オブジェクション。着せる。クローズ。クローズ。うん。オブジェクション。オブジェクション。はい、次。学生必修編。足元階段、stairs。step。ああ、そうか、足元か。ああ、引く、ドロー。pull。pull。間違えまくってる中学校必修レベルで。step。step。もう、実は難しいよね。日常会話の方がいろんな意味持ってるから、一個が。これとかもそうだよ。カッティングエッジじゃなくて、ステートオブディアート。ステートオブディアート。ステートオブディアート。よし、来た。誇張拡大、エクステンション。エクステンション。よし。推定、エスティメーション。エスティメート。エスティメートか。所得、
earnings, revenue. Earnings. Earnings, okay. 推定 estimation. Estimate. Estimate, 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 estimate. はい。今回はこれで終わりたいと思います。はい。また次回一緒に勉強しましょう。今回の配信は以上となります。それでは皆さんまた別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。